ークスの富ちゃんをご紹介します、はい、こちらをご覧ください。じゃん、はい、第85回優秀牝馬ということですが、まずはキャプテンさん、はい、お願いします。あ、はい、先週のビクトリアマイルでは、うん、過去10年で大穴を開けたのは前走牝馬重賞でビクトリアマイル7番人気以下というキーワードがあったのですが、なんと該当する14番人気のデンハッピーローズが勝利と、これも最高のヒントになりましたから、明日も牝馬 G1 なのでぜひお願いいたします。はい、お願いします。改めましてオークスの富ちゃんはこちらです。 0% 馬体重480キロ以上、桜花賞3着以内と忘れな草賞1着、3勝馬、うん、そしてなぜか強い4番人気です。あ、詳しく教えてください。はい、まずはこちら 0% 馬体重480キロ以上ですけども、はい、過去10年のオークスではこの馬体重480キロ以上の馬が勝ったことは一度もなかったです。なるほど。2着1回、3着2回と結果がまあついてきてない状態ですね、うん、ちなみに過去をもっと遡ってみても1986年以降で勝ったのは2006年に484キロで勝利した川上プリンセス、うん、懐かしい、1頭のみとなっていますので、まあ、データ上ではありますけど、はい、480キロ以上の馬は苦戦するかもしれません。はい、そうすると、うん、あ、これちょっと違うか、はい、そうすると、クイーンズ、あ、1枚戻ります。前走の馬体重と、クイーンズウォークが、クイーンズウォークと、SLF、あ、失礼しました、クイーンズウォークと、アドマイアベルと、チェルビニアあたりが危険ってことかな。そうですね、はい、かな、データ上ですけど、はい、ということです、はい、そして2つ目ですね、はい、忘れな草賞1着馬は過去10年で2勝3着1回と桜花賞組に次ぐ、はい、まあ、成績を収めているんですね。しかも、はい、鞍上はですね、過去10年のオークスで2勝3着2回のミルコ・デ・ムーロ騎手ですから、まあね、ミルコさん今回天乗りなのかな、天乗りですね。だ、ねはい、としてもちょっと魅力満載かなと思います。なんかタガノ LP で思ったより人気ないんですよね。ね、まあ朝日杯ではボバに混ざって、うん、もちろん NHK マイルカップフィナーのジャンタルマンタルと交渉もしてますから、はい、まあ、この枠を克服して距離も克服したら当然勝ち負けだろうってことですね。あとこの桜花賞組なんですけども、はい、あの桜花賞組この過去10年で7勝してるんですね、うんうん、なので全ての馬が桜花賞3着以内の馬ということなんです、うん、なので今年は2着馬があのね、あのマイルにワイル路線に行ってしまったので、あの1着馬と3着馬この2頭は注目したいところです。注目どころかっていうことですね。そうです、そういうことです、はい、続いてこちら3勝馬ですけども、はい、JRA で3勝以上している馬は過去10年のオークスで6勝2着7回3着6回と毎年1頭以上が連帯しています。2022年には10番人気のスタンディングローズが2着に入ります。その後ね、秋華賞も勝ちましたからね。今年の3勝馬ステレンボッシュと黄金の空は大注目です。そうなっちゃうんですね、まあ、ステレンボッシュは当然の1頭ですし、黄金の空はまあ人気的にも美味しい1頭だけどって書いてあるけど、もう美味しくはなくて美味しくなかった、ねえ、なんかバレてしまっているのかな。なぜかカンペにも斉藤真嗣君本命だからな、書いてある書いてあるさあさあさあ、そして最後のなぜか強い4番人気なんですけども、はい、今年行われたこの東京競馬場のメインレース、なぜかは分からないんですが4番人気が強く、はい、2勝2着3回3着5回着外5回で馬券圏内率は 66.7% なんですよね。そうなんです、これは1番人気よりも2番人気よりも3番人気よりもつまり構想しているということになっていまして、ビクトリアマイルでも4番人気のフィアスプライドが2着に入ってきましたので、まあ、理由は特にないんですけども、東京のメインレース4番人気は買いですね。今のところは今ライトバック、ライトバックですけど、最終的にはスイープフィートになるんじゃないですかね。今セットフィートスイッチしてる、はい、ほぼほぼ並んで貼って7倍貼って8倍ぐらいで3倍、まあ副賞の売れ方と生まれの売れ方を見る限り、まあスイープヒートが4倍にほぼ間違いなくなると思います。はい、ということで信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。明日楽しみだな、楽しみ、以上です一応でも富田さんは